株式会社 FM 山口は山口県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。コールサインは上武 FM。略称はフミー。1985年12月1日に全国20番目の FM 局、全国69番目のラジオ放送局として開局した。 山口県唯一の県域民放 FM 局である。全国 FM 放送協議会加盟局の一つで、九州、山口の JFN 系列8局で構成する FMQ リーグにも参加している。放送開始当初から、ジャパン FM ネットワーク制作番組のネット比率が高い。2015年時点の資本金は4億9500万円で、あったが、2017年7月に、 大幅な減資を行っている。山口県が大株主となっており、社長も山口県庁を OB が務めてきたが、2015年6月に初の生え抜き社長として藤井誠氏が就任している。現在のロゴタイプは2005年の開局20周年の際にリニューアルしたもので、上尾岡留がデザインしたキャラクター、緑山大河もこの時誕生した。完全子会社として、 番組制作とイベント音響を手掛けるゼロ DB がある。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展は日本民間放送年間によった。1992年3月31日2003年3月31日インターネットによるサイマル放送はどこでも FM、アウデー、ラジオクラウドで行っており、ラジコには長らく未対応だったが、 2018年4月2日からエリアフリーも含め参加している。さらに2018年6月26日からは、V 老体マルチメディア放送、インターネットラジオサービス、アイディオにて、中国、四国地方でのサイマル放送、配信を開始したが2020年3月31日を、もって終了した。またリスモウェーブでも配信していたが、サービスの終了とともに配信を終えている。 本社社屋2階に以下のスタジオを所有している。新山口駅北口のサテライトスタジオ、ゼロスタジオ開局以来、本社以外のスタジオは所有していなかったが、2018年に JR 新山口駅、北口広場にサテライトスタジオを新設。山口市の新山口駅、ターミナルパーク整備事業の一環で整備されたもので、整備事業のコンセプト、 街と駅をつなぐれ番線にちなみ、レイスタジオと称する。駅前広場オープン当日の2018年3月22日の記念特番より運用を開始し、コジーナスとハッピーハッピーフライデーが本社スタジオから移動した。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から2020年4月10日のハッピーハッピーフライデー以降、当スタジオからの放送を取りやめていたが、 5月25日のコジーナスより公開放送を再開。ただし、スタジオ内の感染防止対策と終了後の交流会の類は引き続き中止されている。5時を起点とした24時間編成を行っている。基本的に毎週月曜0時5時を放送休止時間に当てており、多くの場合試験電波を流している。放送中2021年4月現在の 主な自社制作番組。2010年以降、朝ワイド、夕ワイド、金曜縦長ワイドは、年末年始に休止し、JFNC 制作のワイド番組を代替で、放送、17時代、18時代は、JFNC 制作内市は、自社制作の特別番組を編成する。放送終了、JFNC 及び JFN 系列局制作の全国ネット番組を、除く。 放送中放送終了2015年12月1日以降、定時の自社制作のニュース番組は放送しておらず、すべて JFN ニュースを放送している。それ以前に制作された自社制作のニュース番組は、日経ジャーナルと山口新聞ニュースを除き、下記の全国紙、ブロック紙から配信されたニュースをアナウンサーが読み上げる形式で放送された。なお、と、 非放送分は2009年3月で終了している。ただし、月の夕方に放送されたワイド番組の中で17時20分頃に編成されたニュースフラッシュに関しては、全曜日読売新聞配信。金曜日のワイド番組においては、ショートニュース同様中国新聞配信。2010年4月の改編からニュースハイライトとなり、ショートニュース通りの配信を受けていたが、 こちらも2015年11月末をもって廃止されている。天気予報は平日のみとなり1日2回放送。かつては土日も放送されていたがすべて廃枠となっている。道路交通情報は平日1日5回、土曜1日1回、独立した番組扱いとなっている。なお、日曜は従来から放送がない。FM 山口ではヘビーローテーションのことを フミープッシュ1と呼び、月1回洋楽と、方楽1曲ずつ選んで5分枠、または自社制作番組の中で放送している。また、年1回8月に FMQ リーグの共同企画として、ヘビーローテーション企画 FMQ リーグパワープレイを放送している。開局以来、自社アナウンサーは、比較的少数で放送されている。最大6人体制であったが、 中途退職と公認の不補充により減少している。突起なき者はフリーパーソナリティとして活動中2020年4月に公式サイトに名前が掲載されているフリーパーソナリティ等。ありがとうございます。